カイル・グレゴリー・ジェンセンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、コントラコスタ軍、ウォールナット・クリーク出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。MLB サンフランシスコジャイアンツ参加所属。2009年の MLB ドラフト12巡目で、フロリダ・マーリンズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、ジェームズ・タウン・ジャマーズで、プロデビューし、 五十五試合に出場して打率、二百八十点四本塁打二十四打点、三盗塁の成績を残した。二千十年は、A 級グリーンズボログラスホッパーズでプレーし、百二十五試合に出場して打率、二百七十二点一八本塁打八十六打点、五盗塁の成績を残した。二千十一年は、A 級十ュピターハンマーヘッツと AA 級、 ジャクソンビルサンズでプレーし、2球団合計で130試合に出場して打率。299.27本類が76打点、1盗塁の成績を残した。2012年は A 級ジャクソンビルでプレーし、132試合に出場して打率。234.24本類が84打点、1盗塁の成績を残した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、フェニックスデザートドックスに所属した。11月20日には40人枠入りした。2013年は、A 級ジャクソンビルとトリプル A 級ニューオーリンズ、ゼファーズでプレイし、2球団合計で130試合に出場して打率。235.28本類が、78打点、6盗塁の成績を残した。2014年は、 トリプル A 級ニューオーリンズでプレーし、百三十三試合に出場して打率。二百六十点二七本類が十二打点一盗塁の成績を残した。二千十四年十一月十七日に後日発表選手とのトレードでロサンゼルスドジャースへ移籍したが、十二月十九日に戦力外となった後、二十三日に四十人枠を外れる形で参加のトリプル A 級。 オクラホマ式ドジャースへ配属された。2015年はトリプル A 級オクラホマ式でプレーし128試合に出場して打率。259.20本塁が71打点の成績を残した。オフの11月7日に FA となった。2015年11月11日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2016年は 開幕から参加のトリプル A 級りのエーシズでプレーし、133試合に出場して打率。289.30本塁打、120打点、1盗塁の成績を残した。9月4日にメジャー契約を結び、同日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビューした。9月9日のサンフランシスコジャイアンツ戦では、マディソン・バンガーナーからメジャー初本塁打を放っている。 この年メジャーでは17試合に出場して打率。194.2本類が7打点の成績を残した。シーズン終了後の11月18日にディフェとなり、11月23日に自由契約となった。2016年11月29日に福岡ソフトバンクホークスへの入団が発表された。背番号は27。二千十七年六月六日に、 福岡や福岡、ドームで行われたセパ交流戦、対東京ヤクルトスワローズ戦において、一軍公式戦初出場し、初本塁打を記録する。しかし、一軍公式戦出場は、この試合を含めて、わずか6試合にとどまった。二軍公式戦では54試合に出場し、打率27、272.12本塁が、41打点を、 記録するが、2018年の戦力構想に入って、おらず、11月9日に、球団より対談が発表された。12月2日に自由契約が公示された。2018年1月9日に、サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。6月5日に自由契約となった。ありがとうございます。